満塁のピンチ逃れて、そして吉井から始まります。2割7分8厘5打点という内容。初球から振りますね、はい、振ります。これまでの試合で18打数5安打という内容ですね。はい、2割でも一流って言われるぐらいですからね、バッティングは。おっと、これはいい当たりですが、そのまま伸びていきますか。同点ホームラン、吉井のバットからなんと吉井がホームラン。本人もびっくりしてんじゃないですか。全力で走っていましたが、途中でスピードダウン心臓の鼓動をちょっと抑えて、そしてゆっくりベースを回りました。メジャーリーグで初めてのホームランを打ちました吉井。1対1の同点。これ日本人選手としては野茂のホームラン以来ということになります。